こんにちはパンと器の店パオパオです。今日の推しパンはアベックデュテです、えー、フランス語で、えー、紅茶とともにという、えー、名前をつけたこのパンです。見た目は、えー、シュトーレンみたいなパンですね。ただ、えー、とシュトーレンというとちょっと誤解が。 えー、起きるとといいけないと思ったので私が名前を、えー、さっき言ったようにアベックデューテッツをつけましたがこっ、えー、ちの、えー、このシュトーレンみたいなパンはお砂糖とか、えー、バターを入れてないので自然なドライフルーツの甘みなどを、えー、主体としたパンなのです。 えー、中の原材料を、えー、説明いたしま,す、えー、まず、えー、レーズン有機のレーズンとか有機のレモンピールそして自家製のセミドライにしたビワと、えー、同じくセミドライにしたイチゴそして、えー、セミドライにした柿を プル入れてます。そして、えー、さらに、えー、セミドライにしたリンゴも入れています。それを、えー、ラム酒につけて、そして、えー、エルバンダネで、えー、ちょっとしっかりした目の生地にしています。他には、えー、有機のアーモンドと有機のひまわりの種を入れてます。 油分はナタウネ油が少し入っていまして <laughs> スパイスとしてシナモンとカルダモンそしてナツメグを、えー、入れています薄くスライスして、えー、食べていただくのがいいと思います、えー、シュトーレンのように、えー 薄く切って食べるのはおすすめです。どうぞ、機会がありましたら、ぜひご賞味いただきたいパンです。アベックジュテの紹介でした。それではまた。